ハーデン来たらウェストブルックはベンチですか？いや、多分あのスタメンはウェストブルック、ハーデン、ポール・ジョージ、カワイ・レナード、ズバッチだと思う。で PJ タッカーが控えで、テレンス・マンも控えな気がする。でなんでそう思ったかって、今日 PJ タッカー、まあ途中から、あ、そのなんだ、まあ、来て間もないからっていうのもあるけど、ハイランドスタメンだったじゃん。もうハイランドスタメンにした理由って、多分ハイランドのところをジェームズ・ハーデンだと仮想して、仮定してっていう、ハーデンが来た時のスターティング5をちょっと模倣したスタメンで今日やったのかなっていう。だからこれがモデルというかベースな気がする。その上でまあ PJ タッカー、テレンスマンあたりがまあ状況とかコンディションに応じてスタメンになる時もあるっていう感じだとは思うんだけど、基本はそっちな気がするけどな。まあでもハーデンが来る前はテレンスマンスタメンにするっていう話してたぐらいだからね。で一個思ったんがさ、ハーデンがさ、クリッパーズと合流してさ、ロッカールーム入ったじゃん。でそこにウェストブルックとかもいて、で PJ タッカーと一緒にロッカールーム来て、でテレンスマンもロッカールームいたよね。テレンスマンとウェストブルックがいたんかな。で途中でポールジョージもいてみたいな。で最初ハーデンが入った時にウェストブルックはなんかハーデンに気さくに話しかけてくるのよ。みたいな、わっさーみたいな、どういう調子はみたいな。まあ昔ね OKC で一緒にやってたっていうのもあるし、まあ仲いいんだろうなって思うんだけど、その時に横にいたテレンスマンの顔がやばかったんだけど、あれはねマジでそのハーデン、お前来るんじゃねえよって顔してた。なんかこうハーデンが入ってきても一言もまずハーデンになんかはいみたいな、ようこそクリッパーズへみたいな、そんなセリフも吐かず、ただずっと携帯いじりながらちょっとだけハーデンを眺めてふんみたいな。まあもともとテレンスマンはそういうなんか性格っていうのももしかしたらあるかもしれんけど、なんかでもあの雰囲気の出し方は、まあ自分がトレード候補にずっと上がってたっていうのもあるし、ハーデンお前のせいで俺トレードされそうになったじゃねえかっていう気持ちとか、あとハーデンが来ることによってやっぱテレンスマンスタメン確約されてたのに、まあおそらくスタメンじゃない可能性が高くなってとか、あとはそもそもハーデンのこのなんつうの性格、なんかいろんなところで不満貯めてこのチーム出てく出てく出てくみたいな、まあロケッツの時はもう8年間も9年間もね一筋でやってきたけど、最近のやっぱハーデンはあんまり印象良くないから、またなんかねこのクリッパーズでいざこざ起こしてみたいな、なんかいろんな気持ちがこもっての携帯いじりながらの睨みのように俺は見えて、うん、ちょっとそのどうなんだろうなと思ったんだけど、まあでも別にハーデンもそんなね選手とコミュニケーション取れないタイプではないと思うし、まあ徐々に時間かけてやっていくんだろうなっていう気はするけど、あ、自分のこと自分でインスタでいじってたんだ俺の顔やばくねっつって俺ハーデンのことめっちゃ睨んどるやんみたいな。いやでも仮に俺がもしクリッパーズにいたとして、ハーデンが来たってなっても多分同じようななんかリアクションはしてしまうかもしれん。もうポジションかぶってるのもそうだし、もうシーズン始まってキャンプ終えてさ、だいたいキャンプ中になんかこうみんなでこう一致団結するじゃん。いろんなところで修行積んで、オフシーズンいろんなところで修行積んだみんながもう一回戻ってきて、よしこっから1年頑張ろうなっていう時に、いなかった選手がいきなり来て、あ、よろしくねみたいな、それがしかも自分と同じポジションで、なんなら自分よりも価値高い選手でってなったら、くっそってちょっと思っちゃうかもね。俺だったらちょっと思っちゃうかも。まあでも結局そのハーデンよりも劣ってる自分が悪いっていう風に自分を納得させることにはなるとは思うんだけど、一発目からよろしくねって頼むぜって、このチームを優秀に導こうなって言えるかって言われたら難しいかなとか思ったり。丸々さん、スパチャありがとうございます。マント、ハーデン来たら全然いいね。今日はネタバレしなかったよ。ありがとうございます。助かりました。マント、ハーデン来たら全然いいね。そうね。だからオフェンスがどうなるか。やっぱりね、重たい。クリッパーズのオフェンス。すごい。すごい重たい。カッティングも全くないし、もうハーデンが来てね、もうスタイルそのものが変わることをちょっと祈ってる。そのぐらいないと、いくらハーデンとマンいても優勝はできないかなってちょっと思っちゃうよな。ちょっと俺、タフショットについての持論言っていい？一回、ウォリアーズでのタフショットは、リバウンドにつながる可能性が高い選択をしてるから、タフショットでもいいっていう話をしたけど、それとは別ね。
グレイの打つショットはケボン・ルーニーがフリーの時にみたいな、カリーのタフショットはケボン・ルーニーがフリーの時にリバウンド取りやすい時に打ってるから、なんだかんだ落ちてもケボン・ルーニーがリバウンド取れるっていう。でそれとはまた別で、タフショットってさ、なんかいわゆるディフェンダーとの距離が近いかどうかでタフかどうか決めてるじゃん。それも一つ間違いない考え方だとは思うし、俺もそれには賛成なんだけど、多分それだけじゃないんだよな。あのめちゃくちゃそのシュートを練習で再現してひたすらその練習をしてるんであれば、俺らにとってのタフショットだとしても、いわゆるクレイ・トンプソンとかコービー・ブライアントとか、ディフェンスの距離が近いのになんかそういうシュートをやたら打つ人にとっては別にタフショットって思ってないよな。だからだって練習してるんだもん。めちゃくちゃ練習してる形で、でディフェンダーありで当然やってて、その上で別にブロックされないから問題ないよねっていう。あとは自分のシュート決まるかどうか、そこはもう練習積み重ねてっていう話だから、これをブロックされるならめちゃくちゃ問題だけどね。ブロックされるんだったらそれはもうタイミングが間違ってるし、そのシュートは通用しないよねってなるけど、ブロックさえされなければあとはもう自分との戦いだよね。他人は関係なくて、自分がその強度に慣れてて、でその慣れるために練習でひたすらそれを再現してやってるんであれば、本人たちからしたら別にたまたま距離が、たまたまっていうか距離が近いっていう状態なだけであって、別に関係ないんじゃないのっていう。だから JR スミスとかはこう味方敵のこの距離関係なしに、むしろタフショットの方が決まる。ティム・ハードウェイ・ジュニアとかもそうだけど、タフショットの時にやたら決まるっていうのは、そういうシュートの再現をひたすらしてきたから、本人たちにとっては別によくある風景で打ってるっていう。で俺らは別にそういう風景を見てないからさ、でそういう練習もしてないからさ、ただ距離が相手と近いからそれタフショットでしょって、はタフだねって思うけど、コービー・ブライアントもそうだし、マイケル・ジョーダンもそうだし、レブロン・ジェームズもダーク・ノビツキーもで、ウェンバンヤマとかもそうだと思うけど、相手の距離とか多分関係ないんだよな。だから本当のタフショットっていうのは練習してないショットのことだと思うよ。練習してないショットは仮に俺はフリーでも多分タフなんよね。だからドンチッチとかは多分タフショットの練習の方がしてるから、いざオープンショットってなると再現性が低くてオープンなのに入らないとかね。そうだから、コービーのフェイダーウェイに対してそれタフだよとか言ってるのはもうお門違いというか、ジミー・バトラーのね、最後の人、カワイ・レナードとかもそうだし、KD とかもそうだけど、カイリー・アービングとかもそうだけど、タフの考え方をちょっと変えた方がいいんじゃないかなっていうのは、ちょっと持論として思ってるんで、だからクレイ・トンプソンのショット、もう、どっちかっていうと、やっぱドリブルの回数、そう、それこそ TK さんの言う、ドリブルの回数の方を気にした方がいいのかもしれないね。相手と近いのにシュート打ってる、またタフショットじゃなくて、ドリブルの回数が2回以上、3回、4回、5回、6回でシュート打つっていうのは、多分ドリブルが多くなれば多くなるほど、多分そういうシーン再現してないじゃん。多分やってたとしても一番多いので1ドリブル、2ドリブル、3ドリブルぐらいまでだと思うよ。4ドリブル以上はやっぱりこうランダム性が高すぎて、うん、練習で多分ほとんど再現、まあ一応やってるとは思うけど、ランダム性が強すぎて当然全部は網羅できてないと思うから。そう、そうそう、 KD とかも多分そうよね。いや、わかるわ。そうだから俺はこれからタフショットっていう話題が出た時はドリブルの回数がメインになるかもしれない。まあ、とはいえその一般的にオープンショットとタイトなショット、そのタイトなショットのことをイコールタフショットってもう口癖のように言ってるから、俺もなんか実況中とか普通にあタフだねとかもちろん言う時もあると思うけど、まあ、それはあくまでタイトショットだねっていうのをタフだねって例えてるんだなって思ってもらえればいいかな。そうだから KD しかり、うん、クレイ・トンプソンしかり、特にこの2人は敵との距離ではなくドリブルの回数がどれだけあって、その上で何回目でショットを打ってるかで、4ドリブル、特に4ドリブル以上のショットは仮にオープンであったと、いやまあオープンならいいか、うん、まあプラス4ドリブル以上で相手との距離が近かったら、まあそれはタフなんだろうなっていう。そう考えたらステフはタフショットって概念ないんでは。そうね、だから未だにやっぱ世界で一番シュートが上手い選手なんじゃないかな、ステフィン・カリーは。言ったらそこの、まあ、俺の勝手な感覚だけど、最低というか、まあ、多くて3ドリブルまで、
3ドリブル以上、4ドリブル、5ドリブル、6ドリブルまで行っちゃうと再現性がなくなっちゃうから、そっからのタイトショットはもうタフショットだよねっていう、この考え方、いわゆる逆を捉えると、じゃあ4ドリブル、5ドリブル、6ドリブル、何回ドリブルしても再現性があって、その練習をひたすらしてる選手が仮にいたんだとすれば、その人は歴代というか、まあ世界で一番シュートが上手い人っていうことになるんだろうけど、今一番それに近いというか、まあ、近いというか、もうもはやそれなのがステフィン・カリーっていうことなんだろうね。クリポ・ブッカーとかのミドルもどう、タフに見えるけどこの理論だとタフじゃない。いやだからデビン・ブッカーとか本当にタフ、全然タフじゃないとか、デローザンとかもそうだけど、なんかね見ててわかるよ、あこのムーブ絶対練習してるなっていう。だからテイタムとかもそうなんだけど、もう型があるよね。相手がこういうスタンスの時はこの型を使うと必ずショットまでいけるみたいなっていうのがあるんよ。だからなんかテイタムはこれよくやりがち、デビン・ブッカーこれよくやりがち、デローザンこれよくやりがちみたいなあるじゃん、おのおの。だからそれがいわゆる型ってやつで、だからそこでのシュートはいくら相手が、ね、チェック飛ぼうとも、ブロックさえされなければ基本的にはタフショット扱いにはしない方がいいとは思うね。ラスのエルボージャンパー、ああまあまあそうじゃない、あれひたすらやってるでしょベストブック、あれ絶対ルーティーンで入れてると思うよ。ステフィン・カリーがあの徐々に、ね、遠くから打つのをルーティーンにしてるように、ウェストブルックのエルボージャンパーはあれは、まあ、今やってるか分かんないけど、少なくとも、うん、1年前2年前ぐらいまでは間違いなくルーティーンにしてたんじゃないか。であんなに練習してて確率が伸びませんっていう人いるじゃん。それこそウェストブルックのエルボージャンパーもクソほど練習してるはずなのに、そこまで確率高いように見えないんだよね。てか多分高くないのよ。でこういう選手のことをシュートが下手って呼ぶんだと思う。いわゆるタフショットだからとかじゃなくて、いわゆるシュートが下手なんよ。センスがないんだよな。デラオザンといえば NBA の中で一番デラオザンに近いのデアンドレ・ハンターの気がして、あマジで。でも今ハンターめちゃくちゃやばくない？めちゃくちゃ言い過ぎたかも。けどハンターすげえいいんだよな。ハンターあるね。いやハンターあるよ。化ける可能性ハンターある。今日デローザン感あるムーブしてたから思わずクリップ撮った。へえそうなんだ。あとはパトリック・ウィリアムズね。ちょっとブルーズの試合見てないから今のパトリックがよくわかんないけど、プレシーズン見る感じはパトリックも結構良さそうな気するんだよな。パトリックさん今日ひどかった。うわひどかったのか。そうか。じゃあまだか、まだまだか、ブルーズファンが言ってたのか。なるほどね。0点そうか。じゃああれか、八村現象か。プレシーズンなんかやたら能力上がってるように見せかけといて、レギュラーシーズンダメダメパターンか。